はい、皆さんこんにちは。今日プロ YouTuber のカスッパです。では ABC178 回目の続き、いい問題やっていきましょう。こちら、ディストマックス。二次元平面上に N 個の点があり、I 番目の点の座標は XIYI ですと。同じ座標に複数の点があることもあるよと。で、異なる2点間のマンハッタン距離として考えられる最大の値はいくつでしょうかと。で、マンハッタン距離っていうのは、X の差の絶対値足す Y の差の絶対値ですね。はい、というわけで、まあなんかそっか、そういう問題かって感じなんですけれども、 N が大きい 2×10 の5乗なんで、前点ついた目必要はいけないと。ね、はい、パッとは分かんないんですけど、まあ考察していきましょう。マンハッタン距離っていうんですから、まあいろいろこう点がありまして、点があるよってなって、でまあここのこういう距離ですね、こういう距離が一番遠いのはどれって話なんですけど、まあこれだとこれかなってなって、で、じゃあそういうのをどうやって求めるんでしょうかって話なんですが、これはですね、これちょっと面白いんですけど、xi 引く xj、要は2つの今書いてるのは xi 引く xj、yi 引く yj の絶対値ということで、x と y の距離なんですけれども、これっていうのはね、これマックスの xi 引く xj、xj 引く xi、yi 引く yj、足す。マックスの y 引く y、yj 引く yi。なんですよね。そうなんですよ。まあ、だから詰まるところ何言ってるかっていうと、マンハッタン距離っていうのは、45度回転すると面白くて、まあ、なんかこういう世界にこうピッ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 っていろいろあると。はい。で、これ45度回転しましょう。はい。45度回転しにくいものを書いてしまったな。なんかこれを45度回転させると、こことかこことか、こことかこことかになって、で45度回転した世界での、あ、違ったわ。こうですね。で、ここでのね、こういう距離って、ここだと、まあ、こういう距離なんですけど、これちょうど、ここと、ここの、差なんですよね。と、まあ、こことここの差の最大値なんですよ。うん、これは不思議です。不思議ですよね。不思議っていうか、まあ、これ考えれば、そうだなってなるんですけど、あ、まあ、これはちょっと間違ってて、これ結局 xi 足す、あ、そうだね。ちょっとじゃあ式で考えたい人のためにもう一回書くと、xi 引く xj の絶対値足す yi 引く yj の絶対値っていうのは、まあ、いろんなパターンがありまして、絶対値記号を外すとこうなってるパターンと、まあ、あと、こうなんだけど、プラス yj 引く yi ってなってるパターンがありますね。で、あと、まあ、これをマイナスにしたやつと、これをマイナスにしたやつがあるという感じなんですけれども、実はその中で一番大きいやつです。これは。うん、まあ、それはそうですよね。それちょっと考えればわかります。ということで、これをもう一回見直してみると、これは xi 足す yi 引く xj 引く yj ですね。で、こっちは xi 引く yj。yi 引く xj 引く yj だよね。xi 引く yi 引く xj 引く yj です。はい。というわけで、何をしたらいいかっていうと、xi 足す yi 同士の差、xi 引く yi 同士の差の中で一番大きいやつを計算すればいいです。という、まあだから、それを図にすると、まあ、xi 足す yi とか xj 引く yj にするのって、座標回転 してるのと一緒なんですよね。座標回転すると、マンハッタン距離は、実は、縦の差と横の差の大きい方と一致するよっていうふうなのがあります。というわけで、それをやっていきましょう。これ、いい問題か。はい。いい問題です。入力の受け取り方は、n の後に xy が n 行ですね。n は int のインプットです。で、ポイントですね。ポイントは、まあ、ポイントしなくてもよくて、ここ i in range n。だから、x プラス y の
配列と x-y の配列を作ってあげましょう。はい、で for i in range n しまして xy をもらいますと。はい、で、x プラス y.append x プラス y ですね。で、x-y には、まあ、x-y をアペンドしてあげましょう。で、で、x プラス ymax は max of x プラス y ですね。Python って2max ありましたっけ？なんか mintmax を同時に取り出すことが実はできるし、実はそうした方が早いことがあるんですけど、まあまあ、なくてもいいでしょう。別に2倍かかるだけで。はい、あ、今の話気になる人は昔のジョイハルの、ラーメンって問題を解いてみてください。で、はい、こういうのが分かりました。で、この差のうち大きい方答えればいいんで、プリントマックスのアブス、オプスの x プラス y、 あ、てかもうマックス引くミンは絶対正だから、プラス y マックス引く、アブスはいらなくて x プラス y min ですね、と x マイナス y マックス引く x マイナス y min を出力すれば OK。 さあ、じゃあちょっと、はい、Python 3e.py やっていきましょう。こちらの入力の場合どうでしょう。4になるかな、なりました。こちらの場合どうでしょう。0になるかな、なりました。でもうこれしか入力がないので出していきましょう。さあ Python、 はい、よろしくお願いします。ドン。さあどうでしょうかね。まあまあ破綻距離が実は45度傾けると、縦の差と横の差の大きい方になるっていうのはまあちょっと面白い話ですね。でそれのマックス取ってるから、マックスのマックスって一気にまとめて処理できるわけですね。だからめんどくさい場合は書かなくなって、 N 字上書かなくて済むっていう面白アルゴリズムでした。というわけで、はい、こちらいい問題正解しました。ありがとうございます。じゃあ、あとは F 問題です。やっていきましょう。